10時まであと42分。
読める学問とは何だと思いますか？今すぐにやりたいことがわからなくても、もしかすると経済学を学ぶことで自分のやりたいことを見つけることができるかもしれません。なぜなら経済学は人、物、金、技術、情報の動きから法則や動向を生み出し、未来を予測することで社会のさまざまな課題を解決する学問だからです。国や産業といった広い視野で社会の現状を分析したり、視野を狭めて人や企業の動きを研究しながら社会の動きを知る、そう未来を捉えていくのです。ますます複雑化していく社会では、このような未来を見通す力のある人材が求められているため、卒業後の進路の選択肢も豊富なのです。京都産業大学経済学部では、入学時に具体的な将来を決めていなくても、在学中にじっくりと検討することができるカリキュラムを導入。学生は1年時に基礎・導入教育を通じて経済学を学ぶための土台を形成。2年時で専門コースを選択するために1年間で幅広く学べます。例えば、経済学リレー講義では、経済学部教員が各々の専門分野の立場から形式で分かりやすく話をするので、自分の興味を見定めることができます。2年次からは専門コースとゼミがスタート。学生はこれら4つの専門コースから自分の専門分野を選択できるので、各自の進路や興味に合わせて専門分野を定め、実践的な力を育みます。現代経済コースでは、少子高齢化、地球温暖化など現代社会が抱える諸問題の原因や解決策を経済学の視点から考えていきます。ビジネス経済コースでは、経済環境の変化が産業に与える影響をビジネスの視点で分析し、企業活動や経済政策の事例から日本の未来を考察します。地域経済コースでは、地域社会が直面する課題の解決方法を考察し、自治体、企業、住民、それぞれから見た豊かな地域経済の在り方を探ります。グローバル経済コースでは、貿易や金融など国際取引に関する問題をグローバルな視点で分析し、解決策や世界の中の日本経済の動向を考えます。少人数で行う専門教育と、経済学の多様な専門性を持つ教員が、幅広い関心を持った意欲あふれる学生に常に寄り添い支えていきます。また、専門コースを保管するプログラムとして、初歩から学び将来の仕事に活かせるデータサイエンスプログラムや、希望する学生には英語で経済を学ぶプログラムなども設置しており、留学する人もいます。これらのプログラムで基礎的なことを学びながら、将来性のある能力を身につけていくこともできます。これらの学びに加え、現地を訪ねて実践で学び、国内海外フィールドワークや最前線で活躍する実務家を招き、経済人の思考を学ぶ特別プログラムなどにより、リサーチ力や多様な視点を養うとともに、将来的にも役立つ力を身につけていきます。マクロとミクロ、2つの視点で社会の動きを捉え、社会のあらゆる課題を解決できる人材を育成し、
来を見通し、自分の未来も決めませんか。京都産業大学経済学部。Thank you.
Thank you.